どうも皆さんこんにちは、レッドです。今回の動画は何をするのかというと、クラッチフルードの交換です。しかしクラッチフルードの交換になると、まあ、ブレーキフルードの交換とね、さほど内容が変わらないので、見てる皆さん面白くないですよね。そこで今回はクラッチフルードの交換をするついでに、こちらニスモのステンメッシュホースに変えていきます。そしてホースを交換するついでにオーバーホールもやっちゃいます。それではクラッチフルードの交換作業とオーバーホール作業、レッツスタート。セリア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 や。シルビアも私もいい年を取ってきたので、経年劣化したところを交換して若返ります。では最初にエンジンルームのこの部分にクラッチのマスターシリンダーがあるので、フルードを吸い取れるだけ吸い取っちゃいます。結構劣化してますね。そしてこのブレーキフルードはボディについて放置すると塗装面を傷めてしまうので、フルードがついてしまった場合は水で素早く洗い流してください。そして次にこの腹下を覗き込むと見えるこちら、まずこれがオペレーティングシリンダー、通称レリーズシリンダーというものです。そしてその隣から出ているこのホースが純正のクラッチホースです。そしたらまずホースから取り外していくので、こちらフレアナットレンチを使って取り外していきます。そして吹き出してくる可能性があるので、こうやってウエスか何かで包みながら緩めていきます。はい、回収。今全く圧がかかってないので、このクラッチを押すともう戻ってきません。普通だったらグーングーンって戻ってくるんですけどね、行きっぱなしです。そしてクラッチペダルの上の部分にピンで簡単に止まっているので、ピンを抜いて手前の棒を引き抜けば外れます。このスライド横に引っ張って、はい、取れた。オッケー。これが取り外したマスターシリンダーです。ここからこっちが車内になって、ここがねクラッチのペダルの部分とつながっています。で、外し方は下に配管がつながっているので、ここをフレアレンチで外していきます。で、ここを外したらボディ側に2箇所で固定されているので、これを外せばスポッてね取れる感じです。そしたらオーバーホールキットがあるので、まずはマスターシリンダーをねバラしていきます。まず最初にカップを取るので、ここについているピンを取ります。まあ本当はねピンポンチっていう特殊工具があるんですけど、今回はそれがないので、なんか適当にあった金属で引き抜いていきます。よし、これでカップが取れました。で、これは再使用不可能。で、この部分は赤で印をつけました。ここがずれるとクラッチの遊びとかが変わってくるので、まあざっくりとしたね目安付けです。いえ、取れた。飛び出しちったよ。今回オーバーホールキットで交換するのは、これは捨てます、捨てます、これも捨てます。で、タンクとボディの間にあったこいつも捨てます。これが全部新しくなる感じですね。なので、今ここに残ってるものを一度きれいにします。へい、めっちゃ綺麗になった。
こんな感じにね、すべて綺麗にしたので、新しいパーツにしてね、組み直していきます。ワコーズのラバーグリップ。この内側に、まず薄く塗り込む。そしてこのピストンのゴムの部分にも塗り込む。そして、イン。いいね。めっちゃ滑りがいいです。そしてこのピストンのプラスチック部分とこの金属部分がこんな感じで接触するので、ここにシリコングリスを塗ります。ワコーズのシリコンブレーキグリス。で、ストッパーがあるので、ストッパーをつけて、ピストンを押し込みながらはめて、このストッパーリングを使ってピストンが飛び出てくるのを防止します。オッケー。入ったー。このストッパーリングをつけることによって、ここがね、外れることがなくなります。カップをセット。そしてピンの差し込み。これでマスターシリンダーのオーバーホールが完了いたしました。さあ続いてね、レディーズシリンダーのオーバーホールをしていこうかと思ったんですけど、レディーズシリンダーのオーバーホールキットが2種類あって、2種類のうち1個がなんかもう今欠品してるらしいんですよ。もう日産の人にはね、オーバーホールキットがないので、これを丸ごと交換してくださいっていうふうに言われました。なので今回は新品をご用意いたしております。ただ自分の中ではね、結構モヤモヤしていたので、その2種類のうちのもう1種類のオーバーホールキットを一応発注いたしました。こちらです。多分ターボ用のオーバーホールキットなんだと思います。まあ一度ね、中の構造だけバラして見てみます。こうしてこんな感じですね。で、あとはここにブリーダープラグがついてるだけです。そしてね、このターボ用と思われるものと比べると、若干ターボ用がやっぱね、太いです。ここにね、ターボ用のものをはめようとしたら、全然サイズが違うので入りません。なので、オーバーホールキットを買うときには、専用のものを買うようにいたしましょう。今からね、このマスターシリンダーを戻していくんですけど、今回の私の車は NA 車で、エア抜きがね、めちゃくちゃ簡単です。そしてターボ車のエア抜きは、このマスターシリンダーのここにあるブリーダープラグから始めて、フルードがこの先に出て分配するところがあるんですけど、そこでエア抜きをして、最後にレリーズシリンダーのところでエア抜きをするといったね、ちょっと作業がめんどくさい感じになります。 NA の場合はレリーズシリンダーのところでエア抜きをすれば OK です。組み込む前にね、この金属が接触する部分にグリスがついてなかったので、シリコーングリスをつけておきます。そしてレディーズシリンダーとここが接触する部分、ここには極厚グラファイトグリスウレアベースを使っていきます。オッケー。オッケー。そして配管をセット。OK。そしたらブリーダーボトルをセットして、メガネをセットして、ブリーダープラグにセットします。開放。次にマスターシリンダーに指定されたブレーキフルードを入れていきます。今回は日産純正のドット3です。あよっ、ひっくり返してもこぼれない。よし、次にクラッチを踏んでも戻ってこないので、ブレーキフルードが出てくるまでこうやってポンピングします。ここでエアーが出てこなくなるまで
踏みます。今配管の中にブレーキフルードが満たされて、まあ一人でねエアを抜けるだけ抜きました。ここからはもう一人人を呼んで最終エア抜きをしていきます。嫁召喚、よろしくお願いします。どうもです。では今から、クラッチを押して戻してを 2,3 秒間隔で数回行いますので踏んでください。踏んで戻して踏んで、はい、今踏みっぱなしにしてもらってるので、ブリーダープラグを緩めます。緩めるのは少しです。でレリースシリンダーが縮んできたら、はい、締める。そして、ゆっくり戻してください。戻したら、そこで5秒ほど待ちます。バルブ緩めます。はい、バルブ閉めました。ゆっくり戻してください。はい、今このホースを見てたんですけど気泡がもう全く出なくなったのでエア抜きは完了です。ありがとう。うん、 OKさあ、それではクラッチの確認です。軽くなるのかなって思ったんですけど、ちょっと重たい気がします。なんか前より重たい。強化クラッチかなって思う感じがしますね。めっちゃ重い。それでは実際に走行していきます。クラッチの切れがどうなのか。普通に切れていますね。2速。おー、いい感じにつながりますね。オーバーホールして組み込んだ後は結構クラッチがね重かったんですけど、走行してるとね今までとそんな変わりないなって感じです。もしかしたらねちゃんと馴染んだのかなっていう感じ。思いのほかねちょっと硬くなってました。まあでもクラッチはねしっかり切れているので問題はないです。今回唯一違うのがメッシュホースに変わっているので、今までゴムでねなんか膨らんでたところがメッシュホースでこう押さえつけられることによって力の加わり方が変わっちゃったのかなとか思います。まあでもこの感じで言うとブレーキもねメッシュホースに交換したら結構フィーリングが変わりそうな気がするので、どこかのタイミングでねブレーキホースもメッシュホースに交換していきたいと思います。はい、それではあなたのカーライフが楽しくなるようにレッツカーエンジョイ。毎週金曜日夜19時より動画の方を配信してます。不定期で動画を配信することがあるのでよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、ブログをやっていて動画を配信するより先に最新情報が載っていることがあるので気になる方がいましたらフォローもよろしくお願いします。それでは皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。